どうも徳永康明です。実はですね、今伊豆大島に来てまして、なぜ伊豆大島に来てるかというと、この伊豆大島でゲストハウスを立ち上げた学生がいるんですけど、その彼にインタビューしようということで今回ちょっと伊豆大島まで来てみました。で、ちょっとインタビューまで時間があるので、軽く伊豆大島を散策してみたいなと思います。早速ゲストハウスの方に行ってですね、インタビューの方に移りたいなと思います。今回はですね、伊豆大島でゲストハウスを立ち上げた近藤さんにちょっとインタビューしてみようということで、まずちょっと簡単に自己紹介をしていただきたいので、自己紹介、はい、お願いします。明治学院大学経済学部国際経営学科4年休学中なんですけれども、近藤裕太郎と申します。94年11月26日生まれの23歳です。めっちゃ細かい情報まで。はい、いやいや、今までいろんな活動に携わってこられたと思うんですけど、どういう活動をやられてきたかな。幼少期にルーマニアっていう国で育って、で3歳から7歳まで育ってたんですよ。でルーマニアって日本人はほとんどいないみたいな、すごい人種のるつぼみたいな場所だったんですよね。その多様化した場にいたからこそ、日本の外から見る視点っていうのが最初からあって、いざその大学に入った留学生が結構多い学校で、留学生たくさんいて、でも彼らと日本人って全然混ざってなかったのに違和感を覚えて、せっかく日本にいるならもっともっとミックスしちゃえばいいのに、なかなかやっぱ入り込めない日本人だったりとか、生活に適応できない外国人っていう存在があって、でまず大学1年生の時にネイバーっていう国際交流団体を作って、日本人と外国人が交わるような場をイベントで作っていったっていう、あとは日本語学校と提携して授業一緒にやったりとか、海外に興味がある日本人と日本に興味ある外国人を単純につなげるっていう作業を大学 1,2 年生の時はしてました。1年生からそうやっていくと結構メンバーも集まってきて、気づいたら30人とかの団体になってきて、大学も10大学20大学とか増えていって、あ結構面白いなって思って、じゃあこれを継続した場所として作ろうと思ってカフェを作ったんですね、自由が丘に。インターナショナルカフェみたいなの、でもめちゃめちゃ難しくて、やっぱビジネスって4ヶ月ぐらいで死にまして、もうやめようみたいな、ギブアップってやつ。3年生の前期にやってたんですけど、4ヶ月ぐらいで潰して、でネイバーも引退して外を見てこようと思ってクロアチアのビジネススクールに通い始めたっていう。でそこで観光学を勉強していて、なぜクロアチアかっていうと、その発展してるんですよ、観光学が。観光業が発展していて、国として、そういうところでマーケティングだったりとか学んできたんですよね。でそれで帰ってきて起業しようと思ったんですけど、実力が足らないなっていうのも肌でというか雰囲気で感じて、1年間修行しようと思って、民泊の運営代行と、あとインバウンド向けの旅館の立ち上げみたいなのをやって、キャッシュフローだったりビジネスモデルを学んで、2016年の1年間で出会ったいろんな人だったりとか、知識だったりとかを通じて、2017年の1月に株式会社キャラバンジャパンを立てて、2016年中に会った投資家さんだったりとか、メンバーだったりとかが最初ちょっと手伝ってくれたりとか支援していただいて、キャラバンができたっていう、そういう1年生の頃からのいろんな思いがあって、そうですね、この今の形につながってるっていう感じなんですね。そうですね、全てのピースがつながってで、やっと1個できたかなっていう。なんでこの伊豆大島っていう立地を選んだのかっていうのをちょっとお聞きしたいの。そもそもまず都会であるか地方であるかみたいな選択肢があるわけじゃないですか。僕は地方を選んだんですね。っていうのも、結構多様化した場っていうのをキーワードに置いた時に、どっちが多様化してるのしてないのだったら、やっぱその地方が多様化していないってなったら地方を建てたいなと思っていて、僕たちがサードデスティネーションって呼んでるんですけど、これから来る地方、外国人からしたら3回目に行く目的地ぐらいのレベルの地方に建てようと思ったんですよ。でまずはじゃあ東京から近いサードデスティネーションはどこかってなった時に、川越ですとか成田とか鹿島とかで同時に探していたら、いろいろご縁があったのが伊豆大島だったっていう。このゲストハウスのコンセプトみたいな部分とかをちょっとお聞きしたい、はい、あ、コンセプト、はい、承知しました。あ、じゃあそれ持ってきた方がいいですか。これ可視化してるんですよ、コンセプト僕。あ、これがですか。はい、なるほど。キャラバンフレイクっていうのは伊豆大島の物件なんですけど、まあ、僕たちこのフレイクっていうのがまあきっかけっていうふうに捉えていて、全ての人がきっかけを得られるようにっていうふうに言ってます。その全ての人っていうのが3種類いまして、日本人も含まれる世界中のゲストさんが1つですね。でもう1つがキャラバンのメンバーと、まあ、それに付随する大学生の若い人たちで、もう1つがその島の人たちですね。島の人たちがこのキャラバンフレイクに集まるよっていう。でここでいろんなピースがつながることによってさまざまなきっかけが生まれますっていうのがキャラバンフレイクの意味合いです。フレイクのこの A の位置が最後についてるんですけど、キャラバンフレイクを出た後にこのきっかけがつながりますっていう意味合いがありますと。その3種類が散歩よしとなるような場を作っているっていうのがコンセプトでございます。このゲストハウスを拠点にもっと多様化した場に、そうです、作っていくみたいな。そうですね、この場がまあ多様化した場となるようにっていう、うん、なので地方創生とかではないです。大島を元気にしようとかじゃなくて、まあ、こういうことをやってれば大島が元気になればいいよねっていう具合で、はい、僕たちがやりたいことって島を盛り上げるとかではなくて、こういう多様化した場をいろんなところに作っていけば日本が再活性化するかなっていうような形で、うん、一番は多様化した場作りっていうのをまあ置いてますね。経営者になりたいみたいな部分をまあ小さい頃から心の中で持ってたみたいな部分があったと思うんですけど、はい、僕は結構人生を楽しみたいなと思っていて、はい、人生を楽しむためには仕事を楽しくしなきゃいけないなっていうのが、まあ、結構 あったんですよ、はい、大学を卒業して8割ぐらいが仕事に費やすと、その仕事が全然つまんなかったらその他がどんなに楽しくても2割ぐらいしか人生楽しんでないよねっていうのがあって、仕事も楽しみたいなと思ったんですね。その時にまず考えたのが、スポーツ選手ってめっちゃ楽しいなと思ってて、サッカー選手とかめちゃめちゃ楽しそうじゃないですか、サッカーしてて。確かに何かのスポーツ選手になりたいと思ったんですよ、うん、でもスポーツってやっぱある程度努力をすると努力じゃどうにもならない才能の壁みたいなのがあるわけじゃないですか、うん、中学生ぐらいの時に諦めまして、でその後スポーツ選手ダメだみたいな、はい、じゃあ俳優になろうみたいな、あ、次は俳優、俳優になろうと思って。高校1年生ぐらいの時に日本大学芸術学部って日芸って言われるようなもうその俳優を輩出する大学があるじゃないですか、はい、見学に行ったんですよ、オープンキャンパスかなんか、はい、もう無理だなみたいな。高校2年生ぐらいからじゃあビジネスをやろうと志しまして、その頃から結構ビジネスモデルってなんだろうとか、マネタイズをどうすればいいんだろうとか考えてましたね。はい、世界史の教科書からめっちゃ。あ、すごいですね。資料集が楽しいじゃないですか、世界史って。あ、そうですね。資料集めっちゃ楽しいなと思って、はいはい、チンギス・ハンのとことかにモンゴルで農業やったらいけんじゃねとか書いてました。ああ、なるほどなるほど。はい、もう全部できなかったです結局。あ、いや全部結局できなくて、はい。まあその経営者という今立場にいらっしゃると思うんですけど。はいはい、信念というか大事にしてる部分みたいな、はい、なるほど。大事にしてることは、まあ、仲間意識ですね。一番は仲間意識がやっぱすごい大事かなと思っていて、経営者のメリットって気の合うやつをと一緒に働けるんですよね。それが僕は一番好きでやっていて、僕はもう本当に自分がどうとかじゃなくて、キャラバンっていうコミュニティがすごい好きで、それはもちろん好きなやつを入れてるからだけの話で、それが一番やっぱり僕にとっての幸せなんですよね。やっぱそうすることによってやっぱそのなんて言うんでしょうね、いろんな苦難がに陥っても意外とすんなりと乗り越えられるんですよね、はいはい、そこにスキルがあるないとか仕事ができるできないとかあんま関係なくて。過去にじゃあそういう仲間意識みたいな部分で失敗したこととかがあったりはしたんですか？いや、そういうわけではないんですけど、過去にもいろんなコミュニティを作ってきて、僕自身が喜びを感じるところがその誰かがいることなんですよね。例えば自分が面白いことを言って笑う わけではないですし、誰かが喜んでくれる時にやっぱ幸せを感じたりするじゃないですか、人って。気の合う仲間がいる会社をやってたりするとそういう回数がめちゃめちゃ多い、うん、そこがやっぱ幸せかなと思っていて、今後の将来のビジョンとかお聞きしたいなと、はい、ありがとうございます、はい、将来的には3年で10拠点キャラバンを立てたいなと思っていて、キャラバンっていう大きなコミュニティを日本全体で作っていきたいなと思っていて、まあそれが10拠点あれば、まあ、最小のコミュニティはできるかなと思っていますと、うん、で将来的に日本のサードデスティネーションにキャラバンを立てていきたい、はい、その日本の田舎ですよね。田舎にキャラバンがあることによって4年後に海外にキャラバンを立てますと、はいはい、でキャラバン海外のキャラバンは結構日本の発信地となるような旅館っぽい「君の名は」の家がめっちゃ注目されたんですよ世界で。日本小屋っぽいのいいよねみたいな、ああいうのを世界中に作っていって、将来的には世界と日本の地方を直接的につなげるコミュニティを作っていくのが僕の夢ですね今。あと20代でソーシャル IPO をしたいなと思っていて、上場っすね、社会的上場を果たしたいなと思ってます。告知したいこととか特別言いたいことがあれば。4月の予約状況がとても良くないので、あ、4月に伊豆大島のはいキャラバンフレイクに泊まってくれたら、嬉しいです。嬉しいです。嬉しいだけです。嬉しいだけなんです。まあ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 。ありがとうございます。お待ちしてます皆さんに会えること。はい、楽しみに。楽しみに。はい。僕でよければメンタリングできますので。あ、メンタリング。はい。3年生4年生のメンタリング無料でできます。まず企業に興味がある学生とかも。そうですね。まあ企業だけじゃなくても IT とかも結構やってたので。あ、そうなんですね。はい。就活全般、人生相談受けたまわります。ぜひちょっと興味ある学生はよろしくお願いします。4月にキャラバンフレイクまでお越しくださいという。ありがとうございます。じゃあ結構長くなりましたけど。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。こちらこそ。伊豆大島すごい良かったです。自然がすごい豊かで。なのでまた来たいなと思うんですけど、まあ、4月、すごいキャラバンフレイクは予約があまり埋まってないということなので、ぜひキャラバンフレイクの方に皆さん泊まりに来てください。それではまた次の動画でお会いしましょう。4月待ってます。イエーイ、イエーイ、ありがとうございます。これ来るよ、これ来るよ。あと僕はクロアチアのアンバサダーなので、留学される際は僕に言ってくれればいろいろ手続きできるんですよ。クロアチアに留学する際は。そうです、クロアチア大使館公認アンバサダー。お、じゃあもし動画を見てる人、そうクロアチアに留学したい人、安い、そう安い、安いです、安いです。国公立ぐらいの値段です。ええ、安いですねそれ。もう半期で30万弱とか。安いですね、安いです。日本にで、日本の私立大学に行くとなったら比べると、クロアチアの学費プラス航空券ぐらいで私立大学ぐらいなんで、本当に最高におすすめです。生活費も安い、生活費も安いです。あ、いいですね。ちょっと安いぐらいです。ドン・キホーテぐらいですね。ドン・キホーテぐらい、ドン・キホーテ、はい、すごい分かりやすい。ありがとうございます。